様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日の話は、昨日に引き続き今週一家こうちゃんの話のパート3を喋りたいと思います。昨日は自分が11時の待ち合わせに遅れて、自分らがたまり場にする会社に行くと、まっちゃんとかね、みんなの笑い声が聞こえてきたんですよ。ゲラ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 ー言ってむっちゃ笑ってるんですよ。それで会社に入っていったら、テーブルの上に1000万バンと置かれているということで、昨日の話は終わってるんですけどね。それで、まあ、話を聞いていったんですよ。いろいろどうしたんと、この金どこで用意したんと。そしたらね、夜中に元彼からね、こうちゃんの彼女に電話が入ってるんですよ。それで、お前どこまで喋ってるんやと、そのこうちゃんに。もちろんこうちゃんは隣にいてるから電話バーン取り上げたんですよ。でこうちゃんが、お前何やと、何の用事でかけてきとんやと。そしたらその関東のあるヤクザには、言わないでほしいと、女から聞いてることをね。でもちろんこうちゃんもいろいろ聞き出すのを聞き出してたらしいんですよ。でもしっかり裏を取れるやつがあまりなかったらしいんですよ。それで、そんなもん俺の勝手やろと、言う言わんも俺の勝手やと、まあ、そんな風にこうちゃんが言ったら、お願いしますと、言わないでくださいと、まあ、そういう風に男が言ってる最中に、横からこうちゃんの彼女がどこどこのハウス、まあ、バカラハウスですね、闇カジノ、そこに、まあ、強盗に入ったことも言うと、ある闇金ね、そこに強盗に入ったことも言うと、そこでは何千万というお金をパクってるらしいんですよ、強盗に入って。どこどこの家に泥棒に入ったことも言うとかね、まあ、いろんなことがあるらしいんですよ。でこうちゃんもその辺はその女からいろいろ聞き出してたんですけど、はっきりした裏は取れてなかったらしいんですよ。女の子もどこの誰のとこっていうとこまで分かんないんですよ。男が横で喋ってるのとかを聞いて、あ、こういうことしてるんやなっていう程度なんですよ。でもこうちゃんは全部裏取れてると、半分以上裏は取れてるんやと、闇金屋に金出してたん俺やと、だからお前が取った金俺の金やと、まあ、こんな適当な嘘ですよ、もちろん。そんな男も嘘って分かってるんですよ。でもそんなことを言われたり、そこにチンコロされたら自分の命が危ないんですよ。その闇金ももちろんヤクザ絡んでるしね、バカラハウスも闇カジノもヤクザもちろん絡んでるし。それでこうちゃんがまだ追い打ちかけてね、俺らまだ他にもいっぱい知ってるぞと、今ここでは言えへんけどいっぱい知っておると、まあ、そんな風に言ったらしいんですよ。そしたらその元彼が、お金払いますと、明日夕方までに1000万円いりますよねと、その1000万は自分が用意しますみたいなことを言ってきたらしいんですよ。まあ、こうちゃんにしてみたら、これ金になるなと、その1000万以外もね。で俺がその1000万で分かったと、納得すると思ってるんだと。そしたらその話がとりあえず終わって、関東の組織の人がね、前に立ってやってる話が終わったら、後の話はゆっくりしてくださいと、まあ、そんな風に言ってきたらしいんですよ。で、分かったと。じゃあとりあえず1000万どうするんやと。そしたらその元彼がね、こうちゃんに場所言ってくださいと、持っていくんで一人で来てくださいって言い方したらしいんですよ。そしたらこうちゃんもバカじゃないから、これ一人で行ったらさらわれるとかやられてまうなと、そう考えたから、いや、じゃあ明日の朝10時にどこどこで待ち合わせしようかと、俺は行けへんと、違う人間に行かすと、その人間に渡してくれと。向こうがちょっと沈黙があったらしいんですけど、わかりましたと、じゃあ10時にっていうことで、10時にまっちゃんとまっちゃんの若い衆2人、この3人でその1000万を取りに行ってるんですよ。まっちゃんが頼まれてね、こうちゃんから。でまっちゃんはもちろん重たいもん抱いていってるんですよ、やられたらあかんから。ビッグスクーター乗ってね、一人で来たらしいんですよ。で1000万円預かって、まっちゃんが会社に持って行って、でこうちゃんはその会社で待ってたんですよ、もう朝の10時の段階でね。それでみんなが集まってその話をしてたんですよ。もうだからその1000万円は元彼が持ってきた1000万円なんですよ。そのこうちゃんがみんなにね、この1000万円を無事向こうに渡らずに持って帰ってこれたら、この1000万円は
みんなで分けてくれと。自分らでね、まっちゃんとか自分とか、合流会の A さんとか、みんなで分けてくれと。その代わり、そこから先のしのぎ、元彼ですね、元彼からあげる金には口出さんといてくれへんかと。まあそういうことを言ってきたんですよ。あ、年々いいですよと。この1000万が無事に戻ってきたらねと。戻ってきへんなら、元彼から金上がったらいくらかくださいねと、こうまっちゃんが言ったんですよ。なあ、わかったと。熱い薄いって言わんといてなと。その代わりでいいですよと、気持ちだけくれたらいいですよという話になったんですよ。それでまっちゃんとこうちゃんとまっちゃんの若い衆、まあ運転手ですね、一人、この3人で夕方5時に行ったんですよ、会いに。そしたら相手も現役のヤクザが3人、それとその元彼、この4人が座ってたらしいんですよ。で、こうちゃんが1000万円テーブルにパンって置いて、これ1000万円ですわと。まあ向こうも1000万円確かに受け取りましたって言ってこうペッて引いたらしいんですよ。その時にこうちゃんがその金をね、パンって手で押さえて、ちょっと待ってくれますかと。そしたら元彼の顔色がバッて変わったらしいんですよ。こうちゃんがそこで言った言葉はね、実はねと、どこどこの闇金、まあある闇金の名前言ってね、そこね、ある人間に叩きされてますねんと。その時に約5000万持っていかれてるんですよと。そしたらその時にその現役のヤクザの顔色も変わったらしいんですよ。そのうちのね、2000万わし出してますねんと。そんなもちろん嘘ですよ。こうじゃなくそんな出すかねないからね、もちろん嘘なんですけど、まあ、適当なこと言ってるんですよ。それでどこどこのバカラハウス闇カジノね、そこもやられてるんですよと。そこはねと、わしの知り合いが金出してますねんと。でどこどこアコアコとかね、もう適当なこといっぱい言い出したんですよ。これまだまだありますねんと、これ全部オタク前だって話するいうことですねと。そしたら関東のその現役のヤクザの人が、それしっかり裏取れてるんですかと。そしたらこうちゃんが、昨日も言ったように 120% 裏取れてることしかわしは口に出しませんよと。そしたらね、その関東のある組織のヤクザがその元彼の顔をパッて見たんですよ。その瞬間元彼が下向いたらしいんですよ。だから大なり小なり当たってるわけなんですよ、その元彼がやってる悪さがね。で、こうちゃんが大なり小なりそれに関わってるっていう言い方をしてるからね。それで関東のね、そのヤクザが、わかりましたと。一回こっちも事実確認を取ってからまだ連絡させてもらっていいですかと。まあそんな風にこうちゃんに言ってきたらしいんですよ。そしたらまっちゃんが、ちょっと待ってくれと。もう今日話終わらしましょうと。おたくその金持って帰るんですかと。持って帰れるんですかと。こう畳みかけていったんですよ。そしたら向こうもなんか躊躇したらしいんですよ。うーって感じだったらしいんですよ。で、まっちゃんがその元彼に、お前金なんぼ出せんねんと。こっちが全部損害額計算して出したら、億超えてまうぞと。お前1億も2億も出せるんだと。そうか、今ここで、いくらで話終わらせてくださいと。何もなかった話にしてくださいと。言うんかと。どっちやねんこれっつってね、こうまっちゃんがパーンってかまし入れたらしいんですよ。そしたら、関東のそのある組織の人はね、ちょっと待ってくれと。事実かどうかもわからんことで、今詰められてるん違うんかと。お前正直に話していいぞと。違うもんは違うってはっきり言えよと。まあ、そんな風に元彼に言ったらしいんですよ。そしたら元彼は、いや、間違ってんのもありますけど、合ってんのもありますってこう、言ってしまったんですよ。その時、まっちゃんの若い衆にね、この話聞いたんですけどね。まっちゃんの若い衆が、その、こうちゃんと、まっちゃんを見たらしいんですよ。その元彼が、間違ってんのもあるけど、合ってんのもあるって言った時ね。その時に顔を見たら、二人とも、ものすごく笑顔だったらしいんですよ。向こう逃げられへんからね、その言葉で。にやって笑ったらしいんですよ、二人とも。同じタイミングで。で、この二人怖いなと、その時その若い人は思ったって言うてね、自分らに説明しました。それで、その時、こうちゃんがね、もう分かったと。お前もまだ年若いんやろうと。こ
これから将来もあるやろと。俺の出してる2000万、その闇金に出してる2000万ね。2000万と、今ここにある1000万、この3年万で手打ったろって言って。一生、墓まで持って行ったろと、この話は。どこにも言わんと。あと2000万、用意せえと。それでどないやねんと。まあそういう風に言ったらしいんですよ。そしたら、その関東の、その組織の人が、その元彼の返事聞く前に、わかりましたと。この1000万と、あと2000万、3年万円で、話は終わりっていうことですねと。終わりやと。全部、終わりにするっちゅって、こう、こうちゃんが言い切ったらしいんですよ。わかりましたと。あと2000万円。今から1時間以内に用意しますと。その関東のある組織の人が言ったらしいんですよ。それで、わかったと。じゃあここでこのまま出してもらうっていうことでね、待ったらしいんですよ。そしたら、ものの20分ぐらいで、2000万持ってきたらしいんですよ。だから、ものすごくお金が回ってる組織だったんですよ、そこはね。で、2000万円置かれて、こうちゃんが出した1000万円と、トータル3年万円。それで、この話はもう全部終わりやと。それで終わって、こうちゃんが3年万円持って、自分らが待ってる会社に帰ってきたんですよ。まっちゃんと一緒にね。で、1000万円自分らの前に置いてくれて、これもみんなで分けてくれと。こうちゃんは、その2000万、残ってる2000万で、もう借金をきれいにするんやと。その時にね、まっちゃんが、そんなもん借金返したら、金1円も残りませんやんと。こうちゃんにそういう風に言ったんですよ。そしたらこうちゃんは、何言うとんねんと。俺には貯金があるかなと。貯金って、みんな不思議そうな顔したんですよ。貯金があるかなと。そんなもんなと、その元彼、そいつが悪いことしたやつ、全部のとこに、俺教えに行くやんと。そっから金バックしてくれやと。犯人あいつやぞと、叩き切らんあいつやぞと。全部言いに行くやんと。そしたら、金くれるやんと。教えたら情報料やと。それ貯金やからと。まあ、こういうふうに言ったんですよ。そしたら、豪遊会の A さんがね、それは汚すぎるって言ってね。話が終わったんだから、それ以上金を取ることは汚すぎるって言ってね。こうなったんですよ。で、そこでまあ、こうちゃんと、まあ、A さんとちょっとバーって言い合いになったんですけど、まあ、自分ら止めて。もうそれはもう A さん口出すことじゃないじゃないですかと。まあ、ヤクザの世界ってそういう世界もあるんじゃないんですかって、まあ、そういう話になって。じゃあ A さんは、俺はこの1000万円から、みんなで分けてくれって言ったら1000万円ね。1円もいらんって言ってね。金を受け取らなかったんですよ。まあ、頑固なとこあるからね。はちゃめちゃなね、破天荒な人やけど、そういうね、何か筋的なことはね、結構ルールが厳しいんですよ。A さんは。それで、まあ、コウちゃんは2000万持って帰ったんですよ。借金をある程度返して、600万円か、多分700万円か、まあ、どっちかね、はっきり金額覚えてないんですけど、現金を残したんですよ。女に、スナックでもさせるわと、その金でね。そういうふうにまっちゃんに言ってたらしいんですよ。それで、まあ、本来この話はここで終わりなんですよ。コウちゃんのこの、一連のトラブルの話は終わりなんですよ。でもまっちゃんが、ポンちゃん最後まで話してくれていいからと。まあ、そんな風に言ってきてね。まあ、自分はもうここで話終わる予定だったんですけど、まあ、まっちゃんがそういう風に言ってくれたから。これね、話続くんですよ。その600万か700万か、そのお金を持って、こうちゃんの彼女が飛ぶんですよ。いなくなるんですよ。それで、まっちゃんに、こうちゃんから連絡が来て、女金持って飛びよったと。まあ、600万か700万持って飛んだと。舐めた女やと。まあ、でも、あの女のおかげで金稼がしてもうたと。まあ、そんな風に言ってたらしいんですよ。なあ、ほんまですかと。また新しい女見つけはなりませんねとか。まあ、そんな風に、まっちゃんも言ってたらしいんですよ。それがね、まっちゃんの若い衆、飛んでるんですよ。だから、二人連絡取り合って飛んでるんですよ。まっちゃんの若い衆と、こうちゃんの女と、二人飛んだんですよ、一緒に。それで、ここから、こうちゃん VS まっちゃんなんですよ。まあ、こっからまたね、ちょっといろいろ、こうちゃんとまっちゃんと、いろいろあるんですよ。身内で。この話は、また明日、したいと思います。ということで、今日の話は、この辺にしたいと思います。